弁毛虫とは、原生動物の中で弁毛で運動する生物を総称する呼び方である。以前は、分類群の名称として用いられたこともあったが、21世紀初頭、現在ではもっぱら、弁毛を持つ、原生生物の意味で用いられ、自然分類群としての要素はない。様々な弁毛虫現在でこそ、弁毛虫類は、人為分類群であることが、一般に、 認知されているが、古くワニ解説における、原生動物門や、三解説や五解説でいう、原生生物界の中に設置され、自然分類群であるかのように扱われてきた。弁毛虫類は、弁毛で運動する単細胞生物であることを、分類形質とし、該当する、生物すべてをまとめた群であった。したがって、単細胞または群体を形成する生物で、一本、 以上の弁毛を備えるものはことごとく弁毛虫類に含まれた。弁毛虫類の内部分類としては、葉緑体を持つ有色弁毛虫類と持たない無色弁毛虫類とに区分された。分子系統分類という手法が存在しなかった当時、分類形質たり得る形態情報が著しく限定される単細胞生物にあって、弁毛や色素体という明瞭な細胞構造は、 格好の分類基準であった。一方、アメーバ様の生物に対しては、弁毛虫類と対比させる形でね、アシムシ類という群が設立され、加速を持つ者、変形運動を行う者はここに集められた。しかしながら、アメーバ様の特徴を備えながらも、弁毛を持つ生物も多く存在し、それらは、アリムチネアシムシ類などと呼ばれたり、あるいは弁毛虫とネアシムシをまとめて、 肉質弁毛虫類なる分類群が設けられるなどしたため、弁毛虫類を取り巻く分類体系は混乱を極めた。また、有色弁毛虫類は弁毛虫類であると同時に藻類として扱われ、そこではむしろ色素体に含まれる同化色素が重要な特徴とされる。その部分の特徴が異なるものが複数含まれるため、動物としては、 弁毛虫砂の下の目の異なるものとの扱いであるのに、それらが植物としては異なった門に入ることが珍しくなかった。原生生物の研究が進むにつれ、弁毛は深核生物の先祖的形質であることが明らかとなってきた。線毛も、また、弁毛と根本的に異なるものとはみなされなくなった。そして単に弁毛の有無ではなく、弁毛の根元にある、 弁毛装置や弁毛に付随する就職構造こそが系統を反映するものであるという認識が広まった。その経過の中で弁毛虫をまとめて一つの分類群とする扱いは衰退した。また、原生生物の分類に大きな変革をもたらした概念として細胞内共生説が挙げられる。この説の提唱とその検証に伴う細胞内共生関係に関する 知見の蓄積により、有色弁毛草類と無色弁毛虫類とは、単純に隔たった分類群ではなく、複数回にわたる葉緑体の獲得と結出等を十分考慮して、互いに位置づけるべきものであるとの考えが浸透した。例えば、光合成を行う独立栄養生物である緑虫類と、寄生性の病原虫であるトリパノソウマ類とは、非常に禁煙であるが、 前者のみが葉緑体を獲得したがゆえに異なった外見と生活様式を取るようになったのである。一方、葉緑体を持つ種を含むウズベンモウモと帰省性のマラリア原虫も同じアルベオラータに属していながら異なる生活様式を見せるが、この場合は後者が二次的に光合成能を失っている。このような例は、 他の分類群でも埋虚されるものであり、表面的な有色無色の区別は、系統的に無意味であることを知らしめた。現在では、かつて有色弁網虫類とされた目の多くが、それぞれ独立した門として、扱いを受けている。無色弁網虫類についても、同様にそれぞれの群が独立したものとみなされる、傾向がある。しかし、前者が古くから、色素の種類などを基礎にある。 程度確立した分類体系を持っていたのに比べ、校舎では分類の上で重要な形態形質について十分に把握されていなかった。そのため、近年では、電子顕微鏡レベルの微細構造観察と、1980年代、移行急激に発展した分子系統解析の結果を受けて、分類群編成の対局が変化しており、しかも多くの説があって研究者の間でもまだに、 コンセンサスが取られていない。その上、近年は和語で分類群の名をつけない傾向があり、それぞれの分類群に対応する馴染みやすい名前がほとんどない。上記の経緯で用いられる故障ゆえ、ここに含まれた生物の性質は極めて様々で、生活感の主要な部分が単細胞で弁毛運動をするものであるという点以外の共通点を見出すことは難しい。 基本的には弁毛を持つ単細胞生物であるが、それに類する細胞からなる集団を構成するものも含める。それらは軍隊、あるいは細胞軍隊と呼ばれる。軍隊を形成するものはいくつもの軍に参見される。また、基本的には運動性の生物だが、類似の構造を持ちながら固着性のものもある。これも様々な軍に見られる。弁毛の就職構造としては、臨変。 環状焦げ、波動膜などがある。蒸気は非常に大雑把な例示で多分に例外を含むものである。従属栄養の弁毛虫には通常の好期的な環境下で生育するものから通性研究生から変性研究生の生物までが含まれる。嫌気性のものは特に寄生性のパラバサリアやディプロモナス類に多い。前日の通り、有色弁毛虫類は 分類体系の上で二重古石を持っていた。例えばボルボックスは日本炭水生物学において緑草植物門のボルボックス目と原生動物門弁毛虫類のも弁毛虫目とでそれぞれ解説されている。これはもちろん異様なことであり、現在では前者の判断が認められている。つまり弁毛虫は分類群としては成立しない。 しかしながら、運動性で弁毛を持つ単細胞生物を弁毛虫としてまとめるのは人為的ではあるが便利な分類であるから、この類型を使った書籍は現在も見ることがある。参考文献をもとに、以下にかつての弁毛虫類の分類体系の例を挙げる。各群の最高尾の括弧の中は独立群とした場合の名称である。有色無質なクロモナディウミツノオビムシ。 無色弁も無質なロイコマーアナリダ、関係不詳気区化植物にディステフェナス族が先んじて存在していたため、後に陸隊を家族に統合された。ありがとうございます。